俺は石田村のバラガキだったよ、バラガキ。すげえ！喧嘩に明け暮れ、侍になる夢を見てたっけよ。歳三はどう生きる？剣に生きるですよ。イサメさんと一緒に天然理心流を天下に広めるですよ。京に登れ、剣に生きろ。土方さんが行くなら私も行きます。どこへ？都へ。大いにやるべ。なあ歳。動乱の幕末にわずか6年だけ存在した新選組、彼らはいかにして歴史に名を刻むレジェンドとなったのか。北条の護衛者となってほしい。皆聞け、生き手を目指す。バラガキの筋を通したら新選組に会った。知れば迷い、知らねば迷わぬ恋の道。しゃらくさいよ君は。全て切り捨てる気分で行く。私が先頭で行きます。来た方がいい。土方さん、戦が始まるのでしょう。あなたを巻き込むわけにはいかない。とっくに巻き込まれています。歳、新選組を頼む。勝てるわけがないと誰もが言った。それでも未来を諦めなかった。新選組副長土方歳三。燃えよ剣。